ジョン・ブラウンカンパニーは、スコットランドのウェスト・ダンバートン社や、クライドバンクにあった造船会社。優秀な会社であり、多くの有名な艦船を建造して、信頼を得た。有名な技術者のロバート・ネイピアの下で働いていた、ジェームス・トムソンとジョージ・トムソンの兄弟によって、造船所は設立された。トムソン兄弟は造船所を1847年に、 アンダーストーンで創業し、グラスゴーに移動した後、社名を J&G トムソンと名付けた。1851年には、セスモックに造船所を開設し、1852年に造船所で最初の船、ジャッカルを浸水させた。1854年に、キュナード社のジュラを建造し、1867年に、ロシアの記録を打ち破るなど、 名門の旅客船の造船で、すぐに評判となった。会社は1871年に、ダルムイエ村近くのバーンズを、クライド、後にクライドバンクと、改名に移転した。ニューショット島にある支流のカート側とクライド側が、合流する位置は、大型船の浸水が可能だった。厳しい財政難にもかかわらず、高い技術力と開発力で、会社は名声を得た。 会社は1900年代初めに、ブラウン・カーチス式タービンを開発し、海洋工学技術を革新した。それは、アメリカのインターナショナル・カーチス・マリンタービン社で特許が取得され、ブラウン社が独自に発展させたタービンだった。このタービンの性能は、英国海軍に感銘を与え、結果として、多くの主力艦に搭載するためジョン・ブラウン社に注文が出された。 イギリス海軍巡洋戦艦、フッド・シェフィールドの鉄鋼会社が1899年に会社を引き継ぎ、ジョン・ブラウン社となった。会社は造船を主導する世界の主な造船所の一つとなった。多くの注目に値する軍艦と客船がここに作られた。しかし、ワシントン海軍軍縮条約による排水量制限に対応した。 ネルソン級戦艦の機関開発において、軍の無理な要望に応えきれず、責任をすべて押し付けられる形で、機関建造の契約を打ち切られ、以降は、軍艦の船体のみ建造することとなった。戦後、海軍からの発注の激減により、イギリスの造船所は大打撃を受けたが、ジョン・ブラウン社は、なんとか生き残った。キュナード社の巨大な客船遺跡が、造船所を救った。 中でも、新造船において、造船所は、戦争に対する価値ある貢献をした。終戦直後は、軍艦の注文の減少により厳しい局面だった。代わりに戦争で失われた、トン数分の置き換え需要で、商船は長い間建造ブームとなった。1950年代末までに、新しい資本の再構成と、 ブロック工法などの新しい工法による高い生産性を持ったヨーロッパ、韓国、日本の造船国が台頭した。一方イギリスの造船業界は時代遅れな業務管理と大規模な時代遅れの設備を使用し続けていた。それらによりイギリスの造船業界は競争にならなくなった。クライドバンクでは経営者が一連の損益分岐点上の契約を 提供する戦略を追い求め、それは、客船、クングスホルムが、最も有名だった。そんな中、キュナード社の心臓船の高い側面を持った、新契約に期待し、それにより厳しい状況を乗り切って、生産を維持することに希望を持っていた。しかし、コスト上昇とインフレ圧力のため、結果として主要で維持不可能な損失に、会社は苦しいんだ。 1960年代半ばまでに、ジョン・ブラウン社経営陣は、造船所が非経済的であると警告して、潜在的な閉鎖の危機に直面していた。結局最後の定期客船の注文は、キュナード社からのクイーン・エリザベスにだったが、造船所はそれ以来、アッパー・クライド造船グループに吸収された。しかし1971年に、多くの議論がありグループは分解した。 本当に最後となる造船所の建造船は、1972年に、竣工の穀物運搬船アリーサ号だった。クライドバンクの施設は、様々な所有者のもとで2001年まで稼働し、北海油田の海上プラットフォームを建造した。社内で、商業的にうまくいっている、ジョン・ブラウニエンジニアリング部門は、トラファルガーハウスに買収され、さらに1996年には、 クバーナーに買収された。後に社は分割され、クバーナーがいくつかの資産を保有し、ユコスは、ロンドンに拠点を置くジョン・ブラウン・ハイドロカーボンズと、デビープロセステクノロジーを手に入れた。ジョン・ブラウン・ハイドロカーボンズは2003年に、CB&I に売却され CB&I ジョン・ブラウンと社名を変更、後にさらに CB&I 有形社と、社名変更した。 跡地の包括的な再生プランは現在、ウェスト・ダンバートン社や議会とスコットランド、開発公社によって実行されている。基本プランは、クライドバンクのウォーターフロントを、より市民が利用しやすくすることを基本としている。具体的には、以下の通り。クライドの造船所のために、サー・ウィリアム・アロル社が建造した歴史的な、タイタンクレーンの再生。 地元大学のための新キャンパスの建設、インフラの整備、近代的なオフィス街と軽度の工業団地、新しい住宅、商店街、レジャー施設。プランの一部として、クイーンエリザベス2号を建造された、この都市と川に戻す湾があった。2007年6月18日に、キュナード社は、船が、洋上ホテルとして、ドバイに販売されると発表した。 ありがとうございます。